こんにちは、イーフープスです。良いディフェンスとそうでないディフェンスの違いは何でしょうか。もちろん最終的に得点されなければ悪いディフェンスではありません。けれど守りきれているから得点されなかったのか、それとも単に相手がシュートを外しているだけなのかによってディフェンスの実態は大きく異なってきます。それはどういうことなのか、エリートスコアラーへのディフェンスを見ながら探っていきましょう。まずはこのプレーから見てみましょう。得点されていないので悪いディフェンスとは言えません。けれど良いディフェンスということができるでしょうか。シュートを打っているデマーデローザンという選手のことをご存知の方ならばその答えがわかるかと思いますが、実はこのプレーだけではそれを判断することはできません。判断するためには次のプレーを見る必要があります。類似プレーですが、今度はシュートを決めています。つまり先ほどのディフェンスを良いディフェンスというのは難しいことがわかります。なぜなら似たようなプレーでシュートを決められるということは、先ほどはディフェンスが良かったからシュートが外れたわけではなく、ただ単にシュートを外しただけという可能性があるからです。少々わかりにくい表現なので違う角度から説明すると、シュートというのは 100% 決まるわけではありません。うまくキャッチができなかった、焦ってしまったなどが原因で入らないことは珍しくなく、シューティング練習と比べてシュート以外にもいろいろなことをしなければならないので、実際の試合になるほどその傾向は顕著です。つまり良いディフェンスをしていなかったとしても、シュートを打つ選手自身の問題、リズムやタイミングなどで外れることがあるということです。しかしながらそれはシュートを打つ選手の能力によって変わってきます。シュート力がある選手ならば、そういった自分自身の問題を修正することは難しくないので、良いディフェンスをしなければいずれ安定してシュートを決めてきてしまいます。なおシュートを打っているデマーデローザンがミドルシュートを得意としていることは実は有名な事実なため、このことからもこのようなディフェンスでは危険だということがわかります。ではどのようにすれば良いディフェンスになるのでしょうか。次のプレーから探っていきましょう。この2つのディフェンスは先ほどシュートが外れたプレーとは大きな違いがあります。ディフェンスがしっかりとプレッシャーをかけているということです。打ててはいるので全てのシュートを外れさせることは難しいかもしれませんが、成功率を下げさせている可能性が高いということです。バスケットボールは競技の特性上、相手の得点をゼロにするということは難しい競技です。つまり良いディフェンスとは完璧にシュートを防ぐことが目的ではなく、シュート成功率を十分に下げることができれば良いということです。そのことを念頭に置くと、良いディフェンスをするためには相手にシュートを打ちづらくさせることが重要ということです。詳しく見ていきましょう。ディフェンスについている白11はずっと黒11と近い距離を保っています。スペースがなければシュートを打つことができないためです。そのため黒11はスペースを作ろうとコンタクトして白11を飛ばそうとしますが、白11はコンタクトされても飛ばされていません。またディレクションをしているので切り返しの方向を読んで先回りし、かつ黒11がボール補助した瞬間にチェックのために腕を伸ばしています。つまりスペースを潰し続けるために行かせる方向を決めること、コンタクトから飛ばされないこと、ボール保持のタイミングを見極めることということです。実際この2つのプレーはそれぞれ違う選手がディフェンスをしていますが、行っていることは同じです。このようにシュート力がある選手に対してはいかにスペースを潰してプレッシャーを与え続けられるかというのが良いディフェンスの条件です。ここで気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、良いディフェンスをするためには相手の能力を正確に見極められることが大事ということです。例えばもちろんシュート力がない相手に対してスペースを潰すために距離を詰める必要はありませんが、シュート力がある相手だったとしてもわずかなプレッシャーで外したり打つのが遅くてチェックが間に合うなどであれば、そこまで距離を詰めなくても問題はありません。いかに無駄なことをせずに体力を温存しつつ効果的にディフェンスをするというのは、試合全体を通して安定して良いディフェンスをするためにとても大事なことです。またあるコーチがディフェンスはフィジカルであると明言しているように、
スペースを潰していてもフィジカルに大きな差があるとコンタクトから無理やりにスペースを作られてしまいます。相手をしっかりと分析すること、フィジカルをつけること、この2点を忘れないようにしましょう。ご視聴誠にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。